皆さんこんにちは。メリッシュの佐藤です。今日お話をしたいのは理科系の方、理科系は何もね、研究だけが仕事ではないってお話をしたいと思ってるんですね。確かに研究職、これは立派な仕事ですよ。で、まあ価値も高いんでしょうね。だけど自分が作った成果、この研究物についてどう評価をしてるんでしょうかね。で、これってなかなか難しくないですか。実際上はそれだと権利貸しってことにならないと仕事にならないんですね。本当はこういうところって分かっている方が本当はやるべきなんですよ。我々以外の、我々みたいな文系の方がやったとしたってあんまり分かんないよね。できたら一番研究している方、この方が価値もちゃんと分かっていて、成果なしは困難性も分かっているわけでしょ。ぜひそういう方に早く業界に来てもらいたいです。だけど通常こういうことって教えないですよね。学校だったらまずは研究だ、これやらなかったらダメなんだってことは一般的にいるかと思うんですよ。しかしね、どうでしょうか。多分これから変わると思うんですよ、中身としてはね。だからば、弁理士って資格は結構いい資格です。でもこれ分かってしまうのは大体30半ばになってからなんですよ。で、そうなってしまって勉強しってことになりますね。となると受かるのが40代ってことが一般的になるわけですよ。これは遅いんだよね。できれば30代の全般でこの入っていただいて、業界に入っていただいて、ぜひ活躍してもらいたいと思ってるんですね。で、そういう前提では資格、ぜひね、メリッシュ資格を考えてもらってもいいのかもしれません。